ちらの2人、パリオリンピック出場を決めたナガマツペア、大会に向けて今の思いを秋田のスタジオでたっぷり語ってもらいました。パリオリンピック開幕が来月に迫りました。スタジオにはバドミントン女子ダブルスで日本代表に内定している北都銀行所属の永原和可那選手と松本麻佑選手のナガマツペアにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。さあ、永原選手と松本選手はお二人とも北海道出身の28歳で、高校卒業後秋田の社会人チームからペアを組んでいます。ともに身長1メートル70センチを超える長身で、高い打点からのパワフルなショットを持ち味に先月オリンピック代表内定を決めました。改めて代表内定おめでとうございます。ありがとうございます。決まってから3週間ほどが経ちましたが、どのような思いで過ごしていらっしゃいますか？そうですね、やっぱり前回東京オリンピックが終わった後に2人でもう一度こうパリオリンピックを目指してっていうところで、今2人でもう一度そこに挑戦できるっていうことですごく嬉しく思っています。どうでしょうか？そうですね、まあ、最初の頃はあまりこう実感なかったんですけど、やっぱ内定をいただいてからは徐々にこう実感も湧いてきてて、まあ、もう日数も迫ってきてるのでもうすぐだなっていうイメージはありますね。あの2人およそ10年秋田で過ごしていらっしゃいますが、代表に内定して周りの反応はいかがですか？もう本当になんか今回は前回よりもこう街中ですごく声をかけていただく機会が多くて、本当に多分毎日一人の方には多分声をかけていただいているぐらい、すごい、あの県民の皆さんに知っていただいているのですごく嬉しいです。どうですか？そうですね、やっぱりこうオリンピックすごいんだなっていうイメージと、やっぱその秋田の皆さんが結構こうバドミントンにもその関心を持ってくださってるのかなっていうので、すごく自分たちは強みになってますね。今回はパリということで、何かお二人秋田から持っていきたいものなどはありますか？そうですね、やっぱり、まあ、いつもであればあのお米は、うん、あの海外遠征に秋田小町を持って行ってたんですけど、まあ、今回はちょっとお米は持っていく予定はないんですけど、あの最近ハマってるなんかいぶりがっこのなんかおかずみたいのがあるんですけど、はい、それをご飯と一緒に食べると美味しいのでそのご飯のお供を持っていきたいなと思ってます。いや、そうですか、いいですね。どうですか？まあ、その秋田犬のキーホルダーでもこうつけて持っていこうかなと思ってます。そうか、やっぱりパリでも秋田を感じながらという感じになりそうですかね。ありがとうございます。でそして今回は2度目の出場となります。前回の東京大会は準々決勝敗退でした。改めてどのように振り返りますか？そうですね、やっぱり今でも鮮明に覚えてて、あの悔しさっていうのは忘れてなくて、でもその悔しさを糧に、まあ、悔しさがあったからこそここまで2人で今戦えてるのかなっていう思いはあるので、まあ、その悔しさを晴らせる舞台にしていきたいなと思っています。松本選手はいかがでしょうか？まあ、あの時はすごく苦しかったんですけど、やっぱりあの悔しさを味わっていなければ多分今の私たちはないですし、そのパリオリンピックに再挑戦っていうところもなかったのかなとも思うので、まあ、2人としては、まあ、苦い経験ではありますけど、いい経験にはなったのかなと思ってます。そのパリ大会ではどのようなプレーをこうしたいなというふうに考えてますか？やっぱり私たちの持ち味は、まあ、身長もあってパワーを武器にした攻撃的なスタイルなので、まあ、そのスタイルをどんどん出していけるような展開を作っていきたいなと思ってます。本当にお二人で夢を叶えたい、そんな思いであのこのパリ大会臨むと思うんですが、あのお二人にとってパリオリンピックとはどのような大会なのか事前に書いていただきましたので、フリップの方を見せてください。はい、ではまず永原選手から書いた思いを聞かせてください。再挑戦の場と書かせていただいたんですけど、まあ、この言葉の通り東京オリンピックでの悔しさをパリの舞台で晴らしていきたいという思いでもう一度挑戦ということで書きました。はい、では松本選手もお願いします。はい、私は最終章という言葉を書いたんですけど、やっぱりまあ自分たちがその東京オリンピックに
出た時にもう終わってこう一度2人としてのなんだろうそのバドミントン人生っていうのを終わろうとしていたところをやっぱりまあもう一度挑戦しつつこのまあ10年間のまあこれから11年目にはなるんですけどそのストーリーの中の最終章に差し掛かってくるのかなっていうのはっていう印象はあるのでまあそこで自分たちの最高峰の戦いを見せれたらなとは思ってます。ありがとうございます。最後にですね秋田の皆さんにメッセージをお願いします。はい、本当にあの前回の東京オリンピックの時に秋田に帰ってきた時に皆さんがこう温かく迎えてくださった思いがすごく嬉しくて、まあ、でも私たちと一緒に悔しい思いをしていると思うので次は一緒にパリの舞台で私たちと一緒にこう笑顔で終われるように私たちも頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。松本選手お願いします。はい、まあ、本当に秋田県の皆様にはいつも支えられとても支えられててもうその皆さんの応援がなければやっぱ自分たちの力も発揮できないと思うのでやっぱりオリンピックの舞台で、まあ、その皆様にしっかり応援していただけるような試合ができるように私たちも頑張りますので応援よろしくお願いします。活躍を応援しています。今日は永原若菜選手と松本麻佑選手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ニュースこまち、ありがとうございます。